おはようございます。ミスター M さん、いつもお世話になっております。今回はですね、マイプロテインについての見解をいただきまして本当にありがとうございます。私もね、まあ全くその通りなんですよ。マイプロテインの事件っていうのは1ヶ月ぐらい前だったですかね、起きて動画が公開されたんですけども、私はちょっと見る勇気がなかったのと、もう話を聞いたら十分だなというふうに思いました。実は私はプロテインをね、購入して、まあ、まともに買ったのがプロテインが、マイプロテインが初めてだったんですよ。しかも購入がつい最近だったんですよね。で、結構ね、便利に使わせてもらったんですけども、まあ、ああいう事件があったことと、いささか言い訳がましいね、謝罪文とも取れないような、記事一本では、どうにも私も安心して商品買うことができませんし、自分が使ってるのはこれだよっていうふうに紹介する気にもなれないですね。ということで、今ある在庫分を整理したら、私はマイプロテインをね、お別れしてですね、価格は少し高くても、やっぱり国産のしっかりとしたものを使っていきたいなと思うんですね。まあ、ザバスとかもいいかと思うんですよ。やっぱり伝統的に、アスリートさんが使われているものっていうのは、まあなかなかね、しっかりとしたもんだなと思いますし、マイプロテインっていうのは、まあ、その割引率が高くて目立つことと、あと紹介制度でまたね、割引ができていくんで、一つの魅力だったんですよ。 YouTube で紹介してらっしゃる方がいてね、私のコードから持ち込むと、まあ、パーセンテージ安くなりますよみたいな紹介があって、まあ、そこから購入いただくと YouTuber さんにも収益が入るんだろうなっていうモデルが、結構ね、筋トレをやりながら稼ぎたい人にはいいポイントになるんじゃないかなとも考えていたんですけども、まあ一気になくなりましたね。これはマイプロテインとはもうおさらばしようかと思います。今ある在庫分は、なんですかね、粉のプロテインがあるんで、バーの方はね、もう一切追加注文なしで、在庫も片付いてましたんで、もう買うことはないかなと思います。まあ、このぐらいね、事業するっていうのは、ちょっとのミスと、あとフォローアップが不完全なだけで、それから膨大な顧客を逃すと思うんですよ。例えば今回私は毎月2万円ぐらいマイプロテインで買っていたんですけども、それがね、3ヶ月目にしてもう買わないってことになれば、私の生涯、これから30年分のかける12かける2万円を失ったということで、700万円ぐらいの損失が一人当たりあったんではないかなと思うんですよね。これって恐ろしいことですよね。そして私みたいな YouTube としての拡散力があると、まあ、単純にかける1000と考えてもね、もうすでに数十億円というそういうふうな利益を失ったとマイプロテインには考えていただきたいかなと思います。もちろん数十億円っていうのはこれから30年の計算ですけどね、ということでね、ビジネスを志される方、目の前の一人の人を大事にできなければそこから広がっていかないんで、ある程度顧客の人数が増えたらビジネスをしようっていうことじゃなくて、一人でも自分のファンができたら、その一人に誠心誠意向き合うことだと思います。そしてね、人数の少ない時だからこそ細かくできるんですよ。人数が増えたらとても手が回らなくなり、サービスはおろそかになり、新規でできてきた一人一人をサービスを丁寧にする方に簡単に奪われていきます。それが繰り返し行われているのがビジネスなんですよね。まあ、ですんでね、組織が大きくなっていったら、のれん分けをするなり、リーダーを立てるなりして、自分の作業を委任する、いわゆるフランチャイズみたいにしていくってことも必要なんではないかなというふうに感じました。ミスター M さん、いろいろと教えていただきまして、ありがとうございました。それでは今回は以上です。また会いましょう。